七三バイパス、京都府京丹後市久美浜城佐野七三バイパスは、京都府京丹後市峰山町増ス止から同市久美浜町佐野に至る国道312号のバイパス道路である。2000年11月27日に開通し、区間内には七三トンネルがある。七三峠は、1930年に築造された旧トンネル部の福音が狭く、 大型車のすれ違いができない状況であった。それに加えて、トンネルの前後は急勾配、急カーブが連続し、当期の路面凍結時には大型車のスリップ事故による通行不能が多発していた。トンネル共用後の平成17年度における交通量は事業着姉妹と比べて約1.7倍に増加した。また、 交通事故件数はトンネル開通前後1年間の比較で人身事故が年間2件から0件に物損事故が年間33件から5件に激減した。人身事故については開通以来平成17年度末まで1件も発生していない。さらに単語地域への平成14年度の観光入り込み客数は事業着手前に比べて約1.5倍に増加した。 開通による、費用便益比は2.65と見積もられている。R312 号73バイパス年度内に、共用開始へ、峰山土木。建設タイムズ。2012年12月16日閲覧。AB 京都府道路、事業事後評価審査表国道312号73バイパス。 http://www.pref.koto.jp/.k-hyoka/.resources/.12810015.pdf2012 年12月16日閲覧。ありがとうございます。